おはようございます。関根和夫です。お元気ですか？私は元気にしております。ありがとうございます。最近、一つの詩が心の中に響いておりまして、それは、吉野博という方の書いた詩で、素直な疑問符という短い詩です。素直な疑問符。小鳥に声をかけてみた。小鳥は不思議そうに首をかしげた。わからないから、わからないと素直にかしげた。あれは自然な首のひねり。てらわない美しい疑問符の形。時に風のごとく耳元で鳴る意味不明な訪れに、私もまた素直にかしぐ小鳥の首でありたい。という素直な疑問符という詩です。私は教える立場に身を置くことが多くて、なかなかわからないことや知らないことをわかりません、知りませんとこう言えないような気持ちになることがあるんですね。まあそこには偽りとか虚栄心というのがあるわけですけれども、でもわからない、知らないということを無視するとか軽蔑するのではなくて、吉野さんが言っている、てらわない美しい疑問符の形を表現できる人になりたいものだと心から思うんですよね。てらわない美しい疑問符の形。え？という、なんだろうっていう、どういうことなんだろうっていう、それ。まあ、そういう素直な応答ができれば、もしかするときっと会話がもう少し明るくなるような気がするんですよね。そこには偽りとか虚栄心というのが見えてこないからですね。どうぞ元気でいてください。そしてわからないことにふっと首をかしげる、そういう日常を積み上げていってほしいと思います。どうぞお元気で。それじゃあまた。